今回は、日本軍最速の戦闘機と言われる、機83を解説してみるぜ。日中戦争において、敵地深く侵攻する日本軍の爆撃機は、中国の迎撃戦闘機に、低体損失を出すことがありました。また日本陸軍は、敵地奥まで侵攻して爆撃する、戦略爆撃の重要性を強く認識。日中戦争では、実際に中華民国政府が疎開した、重慶を爆撃していました。しかし、このような爆撃には、爆撃機に随行して護衛できる、長い航続距離を持つ、遠距離戦闘機の開発、が必要でした。当時の単発機では、この目標を達成できず、また戦略偵察機である、百式司令部偵察機、の後継機の必要性も、求められていました。ここから、双発複座の高速遠距離機、の開発が唱えられるようになります。そんなこんなで、1941年5月。陸軍は爆撃機の護衛などを目的とした、長距離戦闘機の開発を、三菱に指示。当初の性能要求は、機体は複座、前方と後方に武装を持ち、最大速度は 650km/h、将来的には 700km/h 以上出すことを目指す、などでした。果たして三菱は、陸軍の要求を達成できるのか。1942年4月に三菱は、後の、機83、となる実物大模型を完成させます。その時点では、1944年夏には審査を完了させる予定でした。ところがである。この段階で、陸軍からの要望が2点3点、基本仕様の決定が遅れてしまいます。戦闘機パイロットからは、索敵のために視界を良くして、警戒性向上のために、小型化して、などが強硬に求められました。これに対し三菱側では、前方武装強化や、後部席の武装廃止などの、武装の変更。エンジンの変更を検討し、その度に仕様の見直しを、する羽目になります。さらに、途中から海軍との共同開発となり、海軍側の要求も取り入れることになります。さらに日本陸軍は、この航空機を司令部偵察機や、襲撃機としても転用できるようにして、と要求。このような経緯から、機83の設計方針は、なかなか固まりませんでした。結局、機83は、航空での敵戦闘機を撃墜するための、高高度戦闘機、と定義されます。さらに、司令部偵察機への転用のため、高速性能が重視されました。三菱では、この仕様をもとに設計、試作を進め、試作第1号機が、1944年10月に完成。ところがである。相次ぐ敗北のため、日本の航空産業の生産力が、迎撃機に集中していました。これにより、機83は生産に入ることができませんでした。生産には入れませんでしたが、テストは開始されます。テストの結果、安定性、操縦性は優れており、操縦に要する力は、百式司令部偵察機よりも軽く済みました。速度については、高度8000メートルで、686.2km/h を記録。また、日本機は、エンジン問題、に悩まされることが、多かったのですが、機83の場合は、排気タービンによるエンジントラブルに、悩まされることが少なかった、と伝えられています。ただし欠点として、エンジンの振動が気になること、と、ビブも振動して安定を損なう傾向があること、が指摘されました。ビブ振動については、とりあえず水平尾翼に支柱をつけることで対応。その他の振動は、増加試作機を作る際に、改良する予定になりました。1945年4月、2号機から4号機が完成しましたが、昭和東南海地震と、空襲の激化がそれ以上の生産を阻んだ。このうち2号機は、試験飛行時に風防、天蓋が破壊されて飛散する事故を起こして墜落。テストパイロットも殉職。また、
3号機と4号機は、飛行場への空襲によって破壊、消失されてしまいます。終戦時には、長野県の松本飛行場で試験を続けていた、1号機のみが残りました。しかし、進駐したアメリカ軍に現地で接収されます。この1号機は、そのまま松本飛行場で性能試験を受け、アメリカ軍機用の、ハイオクタン化燃料が使用されます。試験では、高度7000メートルにおいて、計画値を大幅に上回る最大速度、762km/h、を記録。これは、アメリカ軍最速の、P-51H の、759km/h、を超えるものでした。また、日本陸海軍の中でも、史上最高速度の記録、とされます。ちなみに、日本軍の、実用化された航空機の最速、は、艦上偵察機、彩雲、と言われています。戦後の彩雲のテストでは、高オクタン化ガソリンとアメリカ軍仕様のエンジンオイルを使用し、最高速度、694.5km/h、を記録。その一方で、機83や彩雲の速度に関して、他の飛行機で、同じくらい速いのがあるザマス、とか、実用化してないけど、もっと速いのがあるデオジャル、などの意見もあります。戦後まで残った機83は、技術的検査のために、アメリカ本土に輸送されます。ところが、松本飛行場での記録は、伝わっておらず、後に焼却処分となりました。もし戦時中に実戦配備されていれば、アメリカ海軍の F7F タイガーキャットとよく似た性格の双発高速機になったかも、とも言われています。そのシルエットは非常に似ており、細長の胴体に翼下の強力な双発エンジンという発想も同じでした。そんな機83に似ている F7F タイガーキャットの速度もなかなかだったようで、高度6100メートルで 732km/h を記録しているぜ。高高度戦闘機と定義された機83に対し、 F7F は対日本戦のために進めていた大型空母に搭載する双発艦上戦闘機を目指して開発される。制空、地上攻撃、対艦攻撃も視野に入れられており、可能であれば、雷撃能力を持つことも要求されていた。開発当時の艦上機としては、かなりの大型機だが、2100馬力のエンジン2機により、機動性は高かった。機83の場合は、航空産業が迎撃機に集中していたため、生産に入れなかったが、アメリカ海軍は、開発元のグラマン社に、まず F4F、F6F の艦上戦闘機と、TBF 艦上攻撃機の、生産を優先して、と通達。その結果、第二次世界大戦中に、何機かの F7F が就役したものの、実戦を経験することなく、終戦を迎えたぜ。しかし、その後の朝鮮戦争には投入され、夜間戦闘機、戦術偵察機として活躍。その後は、重量課題と、着陸速度が速すぎる、ことが問題とされ、昼間戦闘機型は陸上基地、空母運用は夜間戦闘機型に限られた。1950年代になると、急速に退役が進み、多くの機体が民間に払い下げられ、森林火災消防機に改造された。機83と、いろいろと似ている、と言われる F7F ですが、その経歴はお互いに異なっていますね。似たような形態でも、国や時代によって、その歴史は様々。これも兵器の魅力の一つだと思います。そして、次に魅力的な兵器を作るのは、お前だよ！無理だって！ご視聴ありがとうございました。下の説明文から、サブチャンネルへの登録もよろしくだぜ。